おはようございます速塾の久保です、まあっか塾塾長がやってみたシリーズもまあパート5になってきたんですけどもまあ今のところですねえー、まあ私が本気でやりますというふうに突っ込んでいくとまあきちんと取り合ってくれるところがないというねことになってきましたけども今日実は塾生さんからおすすめがあってですねここはどうですかってのが来たんですよ。まあ、ちょっと読みにくいと思うんで、えーまあ、転送文章をね読んでみますね。 まあ、はじめましてえ、何々と申します。お友達商人、ありがとうございます。素敵な記事を書いておられたのにメッセージ、えー、して、させていただきました、とね、いうふうになっていて。まあ、SNS 事業を展開していて、<laughs> SNS 事業っていうのがいいですね。えー、あなたの Facebook でもお小遣い稼ぎができる方法をお伝えしております、と。うん、まあ、私は実際 SNS で投稿しながら生活しています、と。うん、まあ、この方の投稿を見てもね、 まあどうなんかなというところでございますけども興味があれば仕事の内容からお伝えしますと今伝えてくれればいいんですけどねこれをねでなぜかあのフェイスブックメッセンジャーで送ってきたのに LINE を登録しろということで、えー、LINE にね誘導というこれで LINE の評判どん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 悪くなっててまあはっきり言ってね LINE 皆さんねあの既読っていうかのポップアップ出ますよねあれを消すために LINE にログインして読みもしないでね、既 <laughs> 読をつけてますよね。もうほとんど LINE なんて今ね、あの60%から読まれてないというデータがあるぐらいで、<laughs> LINE なんてもう役に立たなくなってきます。まあ、あれはだから、個人的なチャットをですね、1対1で、あのショートメッセージをするのには向いてますけども、 メールマガジンみたいに読んだりとか、あそこで教室をしたりとかね、ノウハウの構築をしたりするのでまあ向いてないですね。まあ、メルマガの方が、やっぱいいかなと思います。まあそういうのはちょっとの,のけにして、まあこういうふうにね、あの言われてますんで、じゃあ LINE に登録してみます。LINE に登録します。はい。登録しました。まあこれがね、確認画面なんですけども、 友達申請をしたら即もう0.2秒でね返信が来ました「お友達登録ありがとうございます」と「29歳東京エステティシャン空いた時間にネットのお仕事」と「うん」で最初は怪しい稼げるのかと不安になったけどもサポートをしてくださる方がいっぱいいるんで3か月でエ,テエステティシャンを辞めてスマホビジネスだけで生活業になりましたうんエステティシャンを辞めざるを得なかったんですかね で今はまあ自由な収入があると、うん、自由な収入があるのに人のためになんかね稼がす活動をしてくださるという神様みたいな方ですね、うんえー、あっという間に稼げるようになるとあっって言ったらもう稼げるようになってるんですねあっって言ったら稼げるようになってないですねあっあっ何回でもダメですねまあちょっと先進めてみましょうかえっ、ー、とお仕事内容を お詳しく聞きたい方は簡単な自己紹介ということなんではいこのように書いてですね送ってみますからねはいじゃあ送ってみますポンと送ってみましたはい送りましたよはい送りましたはいということですね、えー、あとはああ連絡を待つだけとでちなみにこの方のフェイスブックの方にね 本当にこの Facebook の記事投稿だけで生活できてるのかなと思って行ってみたんですがまあねあの記事投稿で生活できてはいないですねまああのおおよそ予測できるのがこれ別に悪いことでも茶化してるわけでもなんでもなくってこういう形でですねフックしてですねできた方にノウハウを教えますよってことでその教えるところに えー、費用をいただくみたいなねそこに工学塾が待っているということでございますさあ果たしてねその工学塾を私は入れてもらえるんでしょうかそして入れてもらったあ結果ですね私のような、あのー、トップレベルの人間でも結果を出せるんでしょうか <laughs> 初心者の方じゃないと結果が出せないのかもしれないですねまあそういう不思議なことがよく起きますんで、えー、皆さんお楽しみということですそれからねこのノウハウを広めようとしている方はそろそろですね上級者にこういうメッセージを 送っっててしししままううう可能性ががあってドギマギしちゃとと思思んであかなりね、えー、慎重にした方がいいと思いますメッセージを送る前にきちんとその人を調べてあこの方はど素人だなとズブだなとちょろいなと思ったらメッセージを送ればいいですしあこの方はちょっと賢そうだなと上級者だなと自分よりもスキルは明らかに上だな面倒、うん、くさいことになりそうだなと、うん、と思ったらやっぱり誘わない方がいいのかなと。 思いますえー、まあ、塾長がやってみたシリーズね塾長にセールスをかけてくる人はほとんどまあ自ら敗退していくという形で現在のところこの方今日ねあのー、私の塾生さんのおすすめで縁をいただいたこの方1名だけが現在残っていますあのー、もうちょっと骨のある方お願いします